カレーとチキンのポットパイカレーとチキンのポットパイの断面ポットパイとは、底面と上面を薄いパイ側で完全に包んで、パイ皿で形を整えて焼いた塩味のパイである。この料理は、オーストラリアミートパイや多くのイギリスの多種のレシピと異なり、上面は薄いパイ側だが、そこと側面は、ショートクラスとホットウォータークラスと、または同様の、より重く、 より硬い構造の生地で作られる。ポットパイはパスティの一種である。アメリカ合衆国のポットパイのフィリングは肉、グレービーおよびミックスベジタブルである。一人分の冷凍ポットパイも販売されている。アメリカのパイにはそこのパイ側がなく伝統的なミートパイよりもキャセロールやチキンダンプリングスに似ているものがある。パイ側の蓋で構造を保つ必要がないため、 薬器工程の前に、支柱状のフィリングに、ビスケット生地を少量詰めて蓋をすることができる。ペンシルベニア・ダッチ地域では、ボットボイと呼ぶ。この料理を、スリッペリーヌードルポットパイと呼び、ポットパイのパイ形状と区別することがある。ボットボイは通常、鶏肉、ハム、牛肉、または野鳥に、正方形に切った卵麺、ジャガイモ、および玉ねぎの出汁に、好みにより、セロリ、 人参、パセリを加えて作るシチューである。風味を増すためにブイヨンを加える場合もある。卵麺は、国分、卵、塩および水で作る場合が多い。ベーキングパウダー等の膨張剤を使うレシピもある。ありがとうございます。